はじめまして、新田です。ブレードジャンパープレイしていきます。では、4回麻酔のクックルワールドをプレイしていきましょう。あ、エージェント、なんたらですね。感謝しないといけないわね。あなたの実力を認めざるを得ないわ。4回まで来ることができたのは、あなたがラマを倒してくれたおかげよ。でも、この人はどこかでククルキャンディは別個で手に入れてるわけですよね。それはどこで手に入れているんでしょう、果たして。まあこちらはラマなり倒すことで手に入れてるんですけどね。私もやつのことについてはよく知らないわ。そうですか。これまでに見つけた人形ロボットのデータベースにはあんなの存在しなかったもの。ああ、この後見つけるのかなと思ってますけど、とにかく新しい情報が入ったらまた共有するわ。え、あなたが共有してくれたことってあります？わかんないですけど。まあ、行きましょう。ここ落ちる可能性あるのきつくないですか？ここ落ちたらまたくるって回ってくるってことですよね。それは大変だ。そこに何が書いてあるかだけ読みますか。海抜 3800？ この間見たのが、じゃあ OK です。1800でしたよね。そんなに？よいしょ、 OK です。でこっちまで来て、ここからこうですか？あ、ですね。あー、ってことは、こう、あん、やばって、待って、ブン。この、ただ貯めればいいわけじゃなくて、向こうのタイミングと兼ね合いを見て、こんなもんですか？こっちに来そう、ここ。オッケーです。ほっ、うん、ですよね。向こうに向かっている時の方がいいかもしれないですね。一回こっち来きって、この辺じゃないですか？オッケーです。この辺、おいしょ、オッケーです。で、ここは全力で弾き返してもらって、ここは軽く行く。で、これは弾き返す。OK です。で、これは横にちょっと飛んで、上ちょっと飛ぶ。上にちょっと飛ぶ。OK です。で、これも上にちょっと飛ぶですか？あー、難しい。それは下降りちゃダメなんですかね。まあいいでしょう。なんで上飛んだ？あ、やばい。閉じ込められたも同然です。こっちに跳ね返ることでのほろうと思ったんですけどね。つまりこう。あー、完璧です。ここですね。で、下に行け。まあ一回上行ってみますか。でも確かに登れそうにないので下行ってみますか。で、収縮器を手に入れろ。じゃあ行ってきます。で、これは、オクティビアさんもここまで来てるってことですね。孤児院の子供たちの中でも、ひときわ純粋で頭の悪そうな子供がいた。名前はキムス。あ、いつもヘラヘラ笑いながら私の後ろをついて回っていた。私は孤児院を脱出するために彼女を利用することにした。一緒にここを出ようと誘ったが、彼女をおとりにして周囲の意識をそらし自分だけ脱出した。しかしグランド Z を出てから、彼女は私の作戦に気づいていたということを知った。私のカバンには彼女が入れた食料がぎっしりと詰められていた。はあ、キムサーさんはいい人だった。自分は愚か者だったという話ですね。よいしょ。あ、乗れなかった。こっち乗って、わ、これはどのタイミングだ。ここで横ですかね。アンパ、ここで横。うん、横に行こうっていうのはちょっと無理があるかもしれないです。なんでうまいこと上、この辺からこんな感じですか。おお、いけた。あー、怖い。もうほぼ奇跡のノリだったのに。降りてくるタイミングが合わせやすいですよね。なんとなくこの辺 OK です。下がりながらタイミング見るの難しいですけど、こんな感じですか。あ、ダメだった。ふい、 OK です。いけました。ここ降りたらもう戻れないですけど、もう行くしかないですよね、多分。じゃあ行くしかないのは行くしかないので、バンバンに行きましょう。で、これは下を降りるのは違う。ここ上登って、あん？え、そこ行けます？あ、こうなるのか。で、こっち登って、あー。だから、タイミング的にこれぐらいで、こう跳ね返せと。で、こっち上がって、どっちだ？いや、わかんない。どっちだ？左上だと思います。多分こっちに行けばいいのかな？で、そこに乗って、
まあ、左上に行けって言われてますね。無茶すぎん？この辺でとりあえず登ります。あー、この隙間を狙っていけってことですかね。ここ、はい、そんなわけない。ここをでん、このタイミング、オッケーです。ちょっと怖かった。ここに登って、ん、ここに登って、これはさすがに左ですよね。で、上登って、あそこ潰されかねないですね。で、まあ、最終的左上に行きましょうっていう話なので、まずはここ登って、で、こっちですか。で、あー、間違えた。で、上行かなきゃいけないんですね。あー、OK です。あ、いや、上乗ったらダメだな。え？あ、で、ここで上ですか。ほい。うい、ういしょ。OK です。あー、ちょっとご利用しましたけどね。なんとか行けましたが、しかし、ここ落ちると最悪ですからね。相当戻されますからね。それだけは避けたいな。はいはい。まずは、じゃあ、こっち行きましょう。で、ここ乗って、で、このタイミングで上に飛びます。で、こっち側に飛んで、これ乗って、ここも上に飛ぶでいけますね。上に飛んで、あ、足らない高さが。ここで上に飛びます。あー、まあ全然上じゃなかったんですけど、まあそれはいいでしょう。ほっざいやせーでん、どこだ、左の向こうに行くのは確定として、まあとりあえずじゃあここに乗りますか。で、だからここで上に飛びます。ん、ここで上に飛びます。で、で、あー、ここ、こうっすか。エアンバッハ、あ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 、きつい。そこまで落とされるか。ここから登ることって無理っすか。無理だな多分。やっと戻ってこれました。で、だ、これをどうしなきゃいけないかを考えなきゃいけないんですよね。ここに届く、いや届かないですよね。上に最大限ジャンプ、ん、ここに入ることは多分これでできるんですよ。じゃあどうしろと。このタイミングでこう、え、こうですか。え、こっちに落ちちゃった、まずい、危なあ。あー、そうかな、わかんないですけど、ここで降りて、うわー、もう最悪。ここで降りて横に、 OK です。はあ、さすがに、さすがに、ちょっと待ってください。ここから先に進むわけじゃない。ん、クックルタワー歴史4号を手に入れました。クックル日報、クックルタワーの歴史4号、2036年、ソウルの自殺率は再び急増した。チョウユ博士と都市を管理していた AI エンジェルゼロは、最後の方法を見つけ出すための研究を進めていた。そしてその研究の結果物として誕生したものが、うつの原因を根本的に消し去る新薬ククルキャンディーであった。チョウユ博士はククルキャンディーの流通にはまだ何度か、実験を行う必要があると主張したが、政府はすぐにククルキャンディーを都市に流通させた。そのせいで増えたってことですか、自殺者が。最高に失敗してますね。はい。おう、レイか、レイです。お前に一つ面白い話を聞かせてやる。ククルキャンディーがどんな原料から作られているか知っているか。私も最近知ったんだが、ククルキャンディーの、原料は7階にある神殿で生産されているらしい。神殿、一体どんな場所だ。詳しいことはわからない。人間を供物として神に捧げ原料を手に入れているのかもしれないぞ。あたりきたりすぎるか。すまない、私は漫画オタクでな。ははは、それは今のは冗談だ。それで今の、その神殿には、巨大なイチゴのような形のものがあるらしい。おそらくそれが原料となっているんだろう。なるほど。でもどうせ、今はキャンディーが供給されてないんだ。それはわからない。実際に確認してみなくてはな、っていうことらしいですけど、イチゴ型のバッジ、そういえばこれがありますよね。これもしかしてイチゴ型のバッジをつけているものが生贄となるみたいな、そういうことだったりしますか。あ、これ失敗したくないですけど、あそこの上が答えですよね。こっちに一回行って、うーん、こっちに一回行って、ん、こっちに一回行って、さらに、ちょ、行けるか分かんないですけど、こう行って、あ、こう行っ
て、え、乗るんですよね多分そこに。もう何度も繰り返したくないですよ。最大限飛ぶとどこまで行きます？いや行けないか。え、どうやってそこに行くのが正しいんでしょう。だってここから全力そっちジャンプしたってそうです。だから嫌だっつったのに。どうしろと。せめてここからなら乗れるとかそういう思想。あーできない。あ、でももしかしたらですけど、これでここ降りてこっちだったらワンチャンありますか。おお、え、乗れた。それはでかい。そこで1回で乗れるんですね。じゃあもうあとはタイミングを見てここに乗るだけで、多分こっちでしょう。 OK です。ボスかな。お化け屋敷ボスではなさそうです。ここもう二度と落ちたくないですね。左上行きたいのと、どうしましょうか。これここ一発で、そうですよね、登れないです。怖っ、怖すぎ。なんでこうですか。失敗、大失敗、大失敗です。最悪すぎるんだ。ここから全力右上、ここに乗れます。 OK です。これが繰り返せるのであればまあなんとかなるでしょう。問題はここですよね。こっち側来ちゃいけないのか。さっきつくないですか。だって向こうに届かないですもんね。この端に乗ってこっちに行かなきゃいけないってことですよね。でも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 最悪です。ここで降りて横向き OK です。で全力、このタイミングでマックスになるようになんで、こんぐらいから走っていって、あでも結局こっち来ちゃうのか。じゃあここからどうにかして上がる方法をやっぱり考えなきゃいけないってことですか。でもだとしたらこれ上にこう、うわ怖すぎ。ここ行けます。もう一回、あ行けました。あ行けるんだそこ。まずい。あ倒せました、よかったです。じゃあこっち上は上がれない。ここから上だったらいけますか。あ、いけた。はい。うわ、怖すぎ。え、何？わ、しかも、ここ下には落ちたくないですよ。うわ、マジか。多分ディスコパンパン。ディスコパンパンですかね。多分、左上取って回って右ですよね。中ぐらい。あー、もうダメだ。でもここがこっちでいいってことは分かったんで、それさえ分かってればまあ多少なりやりようはまあまあ痛いんですけど、この一撃はまあ別にもういいでしょう。ういあれ、よいしょ、 OK です。でこっち飛んで、向こう大きく上、 OK です。もうここ落ちるのは怖くなくなったんで思い切っていきましょう。 OK です。ここは横向きでいいんじゃないですかね。 OK です。人形データベース、お化けですね。あ違う、キムペクの、落書きでした。4階についての考察、靴を忘れる場所ククルワールド、人は靴を忘れることで幸せに近づけるのだろうか。この階層の住民たちがその質問に対する答えをくれるだろう。喜びや、幸せはそこに相対的な価値が生まれることによってもたらされる。苦痛や不幸というマイナスの価値が消えた4階では当然のごとく喜びや幸せなど存在しない。その事実を無意識のうちに知覚したのか、この階層にいる人々は苦痛を称賛した。苦痛を感じることもできないというのに、彼らは苦痛を感じるために互いを拷問し傷つけ合っている。いや、嫌すぎ、嫌すぎる。なるほど、苦痛を忘れてはいるんですけど、苦痛があることによって幸せを感じることができるということに気づいて苦痛を感じようと思って拷問し合っている。とんでもないですね。もう後ろに来ちゃえばこの子なんてなんてことはないのでね、これは倒して、これ多分タイミング関係なくとりあえず飛び込めば乗れるはずです。であとはここ、まあ適当なタイミングでこう飛べばいけるでしょう。 OK です。白い、いやこれ頑張れば上に飛べるな。ここです。無理か。逆回しいけますか。逆回しがいけるんだったら、よいしょ、下に下がったタイミングで飛べれば OK です。ここ入れてここ飛べて、
あとはここに行けるかどうかですよ。ふい、オッケーです。そしたらここで瓶オッケーです。で、紙船の帽子、厳密には帽子ではないそうです。あー、まあ船長に見えないことはないですね。でも何が一番いいかって聞かれたら、どこだどこだ、やっぱ今のところサングラスがいっちゃんかっこいいかなと思います。あ、そうか、敵復活するんですね。切りましょう。 OK です。で飛んで、でこっちに飛んで、でこっちに飛んで、でこっちに飛ぶですね。あ、撃たれるのか。いた、当たるんですねそこ。あ、当たるんですねそこまあ一回じゃあこっち逃げますか。あ、待って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 、こっち飛んで、ここも全力こっち、あーじゃないですね。まあいいや、横飛んでこっち行きましょう。あ、人がいるな。どうしますかこれ。うわ、右左どちらも気になりますけど、今の感じだとなんとなくですけど、右が正解の道っぽい空気は出していたので、これこっち行きましょうか全力で。えい、 OK です。でしたらここからこうで、ここからこんぐらいの飛び方ですか。違うか、もっと短い。ここからじゃあ小ジャンプかましてみます。あ、惜しかったな。大ジャンプでそこ乗れますか。乗れるな。小ジャンプ、あー、いや惜しい。いやでも上行った後こっちか。いやでもあそこ入れ、いやこの角度からだと入れないのか。横に全力は違います、違いますね。ちょっと溜めてジャンプ、あ、じゃあちょっと溜めてジャンプを後ろからやればいいってことですかね。この辺からちょっと溜めてジャンプ、あー上に当たってしまうか。じゃあもうちょいこの辺ですか。ちょっと溜めてジャンプ、当たるのちょっと上でしたね。ういっしょ、あー惜しい。じゃあもうちょっと前で今のジャンプをすればいいってことですか。こう、だから上すぎるんですよ。じゃあもうちょっと後ろ、小ジャンプで試してみます。小ジャンプはまあまず無理。じゃあ中ジャンプ、あ、行けました、行けました、行けました。はい、でそこは届かないか。いやいやいや、距離の問題では、ここなら届くのでは。 OK です、はい完璧。でもこれ上から来るやつだったかもしれないですね。まあでも話してみましょう。あら、こんなところにエージェントさんが、あの一つお聞きしてもいいですか。これさっきの話から言うと殴ってくるみたいな話ですか。私は4階行く途中で子供とはぐれてしまった。うー、あ、いましたいました、2階ぐらいにいましたよ確か。おそらく3階のどこかで泣いていると思うんです。名前はソミって言います。うん、確か3階の入り口で話したあの子も、そうですよね、そうですね、多分3階の一番下の方にいると思います。本当ですか。ソミは無事でしたか。無事です、ええ、大丈夫だと思いますよ。そうでしたか、よかったです、教えてくれてありがとうございました。で、であなたたちはどうします。いや正直上がってすぐ戻ってこれるなら行きますよソミさんのところにあなたたちが行くのかなっていうのを確認しに行きますよ。ちょっとこのゲームそういうちょ気軽に下とか降りれないので。あ、でも下行きましたね、あの子たち下行きましたね。ククルキャンディー食べた人たちも下に行くことはできるんですね。じゃあもう幸せになったと思いますよ。ごめんなさいね、ちょっともう降りる気にはなれないので。ここは甘んじて落ちますか。で振り返って切る。じゃあこっち行きましょう。これは新しい人たち、師匠お待ち。あ、そういえば師匠でしたか。あ、こいつは4人の住人か。あ、どこまでが過去でどこからが未来なの。苦痛は教えてくれるの。普遍的で絶対的な苦痛が私を救ってくれるのかな。はあ、あなたは一体この階の住民かと思ったのですが、以前どこかで見たことある顔なんです。多分作戦中に失踪したエージェントだったかと。名前は何だったっけな。4回目のキャンディの効果が強く出てるな。完全に自我を失ってる。何か彼女を助けられる方法はないでしょうか。5個目のキャンディを食べさせれば症状が治まるかもしれない。こいつがキャンディを5個以上消化できればの話ですけど、ちょうど1個持ってはいるが、おお、いけますいけます。システム1、アイザックのクックルキャンディを女性に食べさせます。システム1って何ですかこれ。なんかこれはじゃあ、ある工程、これ実験が行われていて、それを今主人公、まあ、エージェントレイはなぞらえさせられてるってことですか。
あそこでククルキャンディをもらうことも、ここでククルキャンディをあげて食べさせることも計画の一部ということでしょうか。いや違うのかな。私、ああどうしたんでしょう。思い出した、私は剣を持って戦っていたわ。そうでしょうね。誰かの最後の望みのために師匠成功したみたいです。ちょっと完全には覚えてはいないですけどね。よかったな、理性が戻って助けてくれたのね、ありがとう。完全にではないけれど、そうですね、記憶が戻った。私の名前はハンビョル。はい、また会えたらこの恩は必ず返させてと。まあ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 そうですね。またでも会いそうな感じはありますね。なんせここはまだまだ4階ですからね。無理か。じゃあこっち当たれば、そうですね、取れました。ハンビョルの日記ここにありますよ。あなたの日記が、あなたの日記がここにありますよ。6歳の頃のことだろうか。両親は私の目の前で死んだ。つら。実行でもなく台所の天井から吊るされた縄に首をくくりつけ、あ、そうかそうか、自殺がそうですね、流行ってしまっていたのでってことですよね。それって命を絶った、あの時の私はもう少しかしこければ彼らと同じ運命をたどったのだろうかと。ああ、両親はなぜ私のことなど気にも留めず死んでいったのだろうか。私には理解できなかった。死を選ばざるを得ないほど、この世の中は彼らにとって苦しく冷たかったのだろうか。まあでもちょっとどっちかわかんないですけどね。その教え的な話で死に救いを求めていたのか、それともなんか本当に苦しくて亡くなってしまったのかっていうところはわかんないんですけどって言いながら上がってきましたけど、これ右ありますよね。これ右が正解かと思って一回上行ったんですけど、まあ右行けるんだったら行っときますか。多分あの上が正解の道っぽい空気はなんかあったんでねっていうのは思いつつ、ここは何ですか？宇宙の存在の隙間、何？あー、ミニゲーム的なサムシングと思って、ここをクリアすることによって、もしかしたら何かしら、サブ、アイテム的なものが手に入れられるかもしれないと思って、ちょっと挑戦してみましょうかと思いつつ、これ無理ですか？いや、無理なことはないですよね。シュッとっと。トットロットットトトットット。でこれはどっちに行けばいいでしょう。どっちでもいいですけど、右は電気が走っていたのでこっち行きますか。左に全力ジャンプ、そこに乗りたいのでこっちに飛ぶ。ただこっちに飛ぶではない、あーこっちか、こっちに飛んでこうですね。で超ジャンプですか。おお、ここまで飛べた。ああ、まあそうなればそうなれば、ここも小ジャンプでこっち飛んで、ここは思いっきりジャンプ、ここはあーこっちに思いっきりジャンプですかね。もうちょいこの辺からこっちに思いっきりジャンプで、これ小ジャンプしたらそれ落ちません？小ジャンプ、いや無理だな。ってことはこっちからこうですか。ああですね。でここワーン、ここは、まあ、思いっきりジャンプしてみますか、一回。あー、落ちましたね。なんで、小ジャンプではないですけど、中ジャンプが正解ですかね。まあ、微妙な力調整ってないと思うんですよ。小ジャンプ、中ジャンプ、大ジャンプ、この三つだと思ってるので、ここは中ジャンプですよね、さすがに。OK です。で、一応上飛んでみますか。まあ、右に飛べですかね、多分。で、まあ、敵がいるのは、まあ、いいでしょう。マジか。マジか。え、これ、右からあの上行けますか？行けるならまだいいんですけど、てんてんてんしていけっていうのは、ちょっときついですよ。ちょっときついので、ここから、よし、OK です。だから、あとは、こうして、うえここに乗ります。振る、うわぁ、ダメか。よいしょ、乗って降りる。OK です。あ、今ので倒せるかもしんないですね。ここに乗って降り、あー、ここに乗って、おーほー、ここに乗って、はい、いやいやいや、あー、ダメか。こっち行きます？行けるかな？こう、と、こう、あー、落ちた！そうですよね。そんな正確に飛距離を把握してないので、よいしょ。あんまわかんないんですけど、こんなもんですか？ああ、ダメだ。なるほど。
大きすぎたんですかね。こんなもんですか。はあ、そっちに越えるか。ここはなんとなく行けます。で、ってことはほぼ中央あたりから中ジャンプ OK です。ここはまあなんとかなるでしょう。で、ここ右に大ジャンプかまして、中ジャンプ OK です。もうこれは中ジャンプ OK です。はい。あー、バカ、あーバカバカ復活しちゃった。あ、でもいけますね。ここは中ジャンプですか。そうですね、 OK で、敵を何から倒していきましょう。でも撃ってくる子がいるはずなので、この子を、あん、いた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 、まずいこの子の攻撃を弾き、あれ、あー最悪ですね。この攻撃をここ、 OK です。はい。で、多分状況的に右上に行かなきゃいけないと思うんですよね。ってことは一回降りて、で登ってゴーストを倒すが最高なのでは。痛い、でも痛い、でここでよいしょ、 OK です。こう、 OK です。こいつを倒します。こいつを返して、あれ、まあいいでしょう。あとはもうゴリ押しで多分倒せるんで、ほい、OK です。倒しきりました。このまま行ってみますか。あー、でもやっぱ上からですね。ほいほい、痛い、ほいほいほい、 OK です。倒しました。倒してない、倒してないですよ。このハートがないっていうところだけが唯一の救いですよね、本当に。よいしょ、はい、 OK です。よいしょ。あ、乗れないのか。あ、まあでもこうすれば乗れる。ここから普通にこうやって乗れるのか。で、小ジャンプ、あん、ここから大ジャンプでここに登れて、ここから中ジャンプですか。中ジャンプ OK です。で、ここも中ジャンプ、ここも中ジャンプ OK です。まあ下行ってみますか。で、敵がたくさんと、まあでもここ撃たれたって別に何もないんでね、まあ返しますけど、よいしょ、いった。まあでもダメージ受けないっていうところは救いですよね。ダメージ受けないで来れたら何かとかありました。それはあったとしてもきついな。早かった何で査定してるか分かんないですもんね、そんなもん。まあいいでしょう、落ちて、落ちましょう。で、まあ、敵たくさんいますけど、え、何、敵を全部倒す。いやでもこれ戻ったらだって復活してますもんね。猫倒します。あ、こっちからはいけないと。あ、じゃあ倒しといてよかったですね。はい。で、下落ちて、はい、跳ね返して OK です。で、上飛びましょう。で、倒しましょう。で、これ左側で、あ、戻ってきてはないですか、まだ。はあ、よいしょ、飛んで、左飛んで、上飛んで、上飛んで、これはこっち側に反射？ん？いやでもそうですよね、多分。で、反射で、あ、なんかカボチャとなんか幽霊と、あれは、あー、仮面たち！うわ！これは素敵な仮面たちですね。はい、不気味な魔女の帽子と、これと、一番最後あれだけちょっと怖いので、先にちょっと被るだけ被っていろいろ見てみますか。え、帽子被ると、あ、帽子もいいですね。あー、幽霊もいいな。かぼちゃもいいですね。うわ、あ、どれもいいな。もしかしたらダメージ食らわないできたらもっとたくさんみたいなのはあったかもしれません。どうしようかな。いや、どれも素敵ですよね。いや、かぼちゃにしますか。じゃあ今回は。で、最後はあれが何なのかだけちょっと確かめますか。会話ですか。あなたはどうしてここへ。なんか道があったからです。あ、初対面ではありませんが、はじめ、初対面ではないんですか。どういう意味だ気にしないでください。真理に到達すればわかることですから。はあ、今回こそ正しい選択ができるといいですね。何を言っているのか全くわからないんだが、ところでここ、え、ループしてます。ここは一体何なんだ。ここまで到達できたということは、あなたは一般の人間とは違う器を持っている。いや、そんなに難しくはなかったですね。他の方が難しいところはありました。ここは宇
宙の存在を崇拝する隙間のような場所です。宇宙の存在、彼らを正確に表現できる語彙が存在しないため、我々召使いはそう呼んでいます。あなた召使いなんですね。彼らは人間が認識できる概念を超えた存在なのです。私は彼らを崇拝する追従者で、彼らと現実の世界の隙間を守っています。ほう、いまいち理解できなかったが、まあいいや、まあいいや。あなたが、宇宙の追従者になれば、もっとたくさんのことを教えられるのですが、あなたには他の使命があるようです。まずは妹を蘇らせたいところですかね。しかし、せっかくここまで来た方を手ぶらで返すのは礼儀に欠ける行いです。ごめんなさい、もう3つぐらい取っちゃいましたけど、これは本来宇宙の追従者だけが持っている、追従者の仮面です。はい。それではごゆっくり、また会えるといいですね。追従者の仮面を手に入れましたということですか。それか、今右下に一瞬見えましたけど、瞳ですか。これが欲しいかと言われたら別にいらないですね。かぼちゃの方がいいです。かぼちゃ帽子あたりの方がずっといいので、まあこっちかぶらせてもらいましょう。ここで、でこれで帰るということになるわけですね。まあ楽しい空間でしたね。今回は宇宙の存在の隙間1、まあ複数ありそうですね、をクリアしました。ここまで見てくれてありがとうございます。